どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャンの7話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、行方不明になったというところで、 行方不明になった囚人二人を探すということにですね、ジョリーンとエルメースがですね、志願していたわけなんですが、ジョリーンが志願したのに気づいて、エルメースも立候補するっていうふうには思わなかったんで、まあ、ちょっと意外なところではありましたね。また、ジョリーンがですね、創作に立候補したのは、マックイーンのディスクから、 まあ農場のトラクターのタイヤにですね、まあ、ディスクが隠されているかもしれないっていうふうに考えたからなのは、まあ、なるほどなっていう感じではありましたね。まあ、とはいえ、そういうね、ディスクから情報を得ているっていうところがすごいなっていうふうに感じましたね。まあ、それと、ジョリーンがですね、まあ、こう行方不明になった囚人はですね、 ワニに食べられてしまった可能性があるんじゃないかっていうことを指摘していたわけなんですが、こう、私は食べていないっていうことで、シャーロットが言い出すところはですね、面白くてついつい笑ってしまったなというところではありましたね。とはいえ、こう、行方不明者の捜索にはですね、協力しても賃金も出ないし、 景気が短くなってしまうわけでもないっていうところではあったんですが、それでもね、ジョリーンとエルメース含めて5人も立候補したっていうところはですね、普通にすごいなぁと感じましたね。まあそういうところで、まず1つ目の感想である、行方不明になったというところ、差が終わっておきます。でですね、次2つ目の感想に、 入っていくんですが、50メートル離れるとというところで、ジョリーンたちがですね、監守から50メートル離れたら爆発するっていうものをですね、腕につけられていたわけなんですが、まあ、こう、しょっぱなからね、それで50メートル離れられないから走らされるっていうところがですね、いくらなんでもきつすぎるっていう風に、 思ったところではありますね。また、50メートル以上離れないようにですね、探さないといけないっていうところもね、なかなか厄介だし、めんどくさい感じではあったんですが、まあ、そのね、こう手首につけてるものに対して、まあ、外そうと衝撃を加えても危ないっていうところがですね、本当に厄介だなとしか言いようがなかったですね。 まあ、とはいえ、そのことを利用して、監守が態度の気に入らないエルメイスにですね、ワニの糞を踏ませようとしていたわけなんですが、まあ、こう、実際ね、糞を踏ませるっていうところが、まあ、地味ではあるんですが、まあ、これ以上ないくらいに嫌な嫌がらせだな、っていう風に感じたところではありましたね。まあでもね、ジョリーンが間にですね、 葉っぱを滑り込ませたことで、まあ、こう、監視のズボンにワニの糞がかかってしまうっていうところはですね、そういう結果になったかっていうところで、さすがに笑いが止まらなかったところではありますね。そう。なかなか面白かったなというところで、まず、え二、ー、つ目の感想である、50メートル離れるとというところ、終わっておきます。 でですね、三つ目の感想に入っていくんですが、水中で襲ってくるというところで、ジョリーンとエルメスがですね、水中で襲いかかってくるスタンドと戦うことになっていたわけなんですが、自分たち以外でスタンド能力を使えるのは誰なのかっていうところがわからないのはなかなか厄介な感じではありましたね。 とはいえ、エルメスを助けに行くために、ジョリーンが、まあ、こう、糸の上を走っていったり、まあ、こう、冷静な判断をしながらですね、まあ、こう、対処していってるっていうところがですね、まあ、本当に見ていてかっこいいな、っていうことは思ったりしました。また、エルメスもですね、シールを使って敵スタンドの、まあ、水中での追撃ですね、まあ、これを振り切ったりしていたわけなんですが、 まあこうジョリーンとエルメスがですね2人で力を合わせてまあこう敵スタンドからの攻撃から逃れていくっていうところがですね何て言うかこう本当に見ていて頑張れっていうふうに応援したくなるところではありましたね、まあ、でもこの2人の連携っぷりがですね何て言うか出会ってすぐとは思えないぐらいのまあこうまくいってる感じがね普通にすごいな っていうことは感じたりしました。まあ、それと、敵はですね、水中でしか動けない軍隊型のスタンドだったわけなんですが、さすがにね、陸までは追ってこないっていうあたりはですね、まだありがたい感じではありましたね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、水中で襲ってくるというところ、終わっておきます。でですね、 最後にというパートに入っていくんですが、今回はジョリーンとエルメースがですね、農場でホワイトスネークのディスクを探していたわけなんですが、トラクターのある倉庫まで行くっていうところがですね、なかなか一苦労な感じではありましたね。また、監修を殺したスタンド使いが誰なのかっていうところはね、やっぱり 気になるところではあったんですが、ま、あの場にいるメンバー以外にもね、誰か近くにいるのかもしれないなっていうふうに思ったところではありましたね。まあ、にしてもね、監視を探している中で、おとなしそうな女性が爆死してしまったっていうところは、なかなかショッキングなところではありましたね。まあ、とりあえず、次回の話では、 ジョリーンたちを襲ったスタンド使いが誰なのかっていうところは、まあこう注目しておきたいところでは、まあ、ありますね。まあ、そういうところで今回のジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの7話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から6話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、 よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はですね、他にも3本更新しておりまして、週末のハーレムの第7話の感想と、現実主義勇者の王国再建期の20話の感想、そしてですね、大の大冒険の第70話の感想ですね、この3本更新してますんで、 よかったらこちらの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、ありふれた職業で世界最強の2期の6話の感想と、そのビスクドールは恋をするの7話の感想、そしてですね、東京24区の7話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。 というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。